今回のプランクは筋肉痛に注意してください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。本日の内容なんですけども、たったの10秒でしっかり効くチェアープランクを紹介します。その名の通り、椅子を使ってプランクをしていきます。まず最大のメリットとしては、普通のプランクより負荷が上がります。ですのでしっかりお腹にガツンと効いてくれます。で、メリットとしては腹筋にしっかり効きます。その中でも下腹に特に今回のプランクは効きます。で、骨盤を後傾させやすいので、しっかり腹筋に効かすことができます。で、今回プランクの種類によっては体が持ち上がらないよっていう方も多いと思うんですけども、今回は体を下ろすだけでも効かすことができるので、初心者にも向いています。デメリットとしては、骨盤が前傾している状態で行うと腹筋よりも脊柱起立筋に効いてしまうので、まず骨盤をしっかり後傾させやすいので、後傾させてから行うと効きます。椅子が必要となります。体を少し下ろしていくので、腰が反れていると腰が痛くなるかもしれません。様子を見ながらやってください。では、やり方を説明します。はい、まず椅子がいるんですけども、床が滑る場合は椅子が滑っちゃうので、気をつけてください。まずですね、なぜ椅子を使うとしっかり効くのか。要するにですね、体重が上半身よりも足に乗ってる方が腹筋に効きます。そして足に体重が乗ってるほど下腹に効きます。理由としては、通常のプランク、肩の下に肘ですよね。通常のプランク。これで体を持ち上げると、肩って力が入ってます。要するに、腹筋に行く負荷が肩に逃げてしまっているということになります。なので、肘を前にすればするほど、上半身の体重が足に行きます。要は手を前にするほど、手に力が入りにくくなるので、お腹に効くという形になります。で、今回はですね、椅子を使うんですけども、上半身が椅子です。というのもですね、プッシュアップとかする場合、足を高く上げて、下側の方が効きますよね。足を高く上げた方が胸に効きますよね。上半身が負荷が軽くなるほどお腹に効くということなので、足を下にして行うことで上半身が軽くなりますから、その結果下腹、腹筋に効くという形になります。ではやり方なんですけども、肘の位置が肩の下ではなくって、これぐらい前に手をつきます。手を前に出すほど上半身を支えるのが辛くなるので、足に体重が乗って腹筋に効きます。ここから肘をついて、これぐらい肘が前です。通常ここですけども、結構前に出します。30センチぐらいです。これで腰が反れないようにお腹を締めて、こっからぐーっと体を下ろしていきます。ぐー、そうすることで足に体重が乗っているので、下腹がぎゅーっと伸ばされて、しっかり腹筋に効きます。これを一緒に10秒間行っていきましょう。2秒で下がってすぐ上がります。ですので大体5回です。しっかり肘を前に出して、では行きます。 1 2 3 4 5。 じゃーん。お疲れでした。どうでしたか？下腹がなんかビッと破れた感じしますか？結構筋肉痛くると思いますんで、あまり無理してやらない方がいいかなと思います。はい。ということで、足に体重が乗ってるほど腹筋に効きますので、椅子を使って上半身を上に上げて、足に体重を乗せて、肘を少し前に出すことによって、負荷がアップします。たったの10秒ですけども、しっかり効いたんじゃないでしょうか？どうですか？おさらいとしては、腹筋の中でも下腹に特に効くと。で、骨盤が後傾させやすいので特にお腹にガツンとくる。体を持ち上げた状態からスタートしますから、もしゆっくり下がって体が上げれない場合は、膝をついてまた同じ姿勢に戻って、ゆっくり下がるだけというのをしてください。効かなかったよって方はね、骨盤が前傾しちゃってるので、脊柱起立筋の方に効いてですね、お腹がしっかり伸びて、腹筋に効いてないという形になります。なので、もし効かないなと思った方は、しっかりね、骨盤を動かす練習をして、後傾させて行うと効きます。ということで、今回は、チェアープランクの紹介でした。頑張った方、勉強だった方は、よかったらグッドボタン、コメントよろしくお願いします。
SNS されている方はシェアよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。Thank you.